はい、皆さんこんばんは、まみです。せなです。ひなです。メロメロです。出たこれ。これです。最近入るニュース。イエーイ。うちらの中でということでですね。え、もうやめたの？せーの、やめたの？やる？やろ。せーの、みーきゃーね、ここ揃うこと多くない？多い。みでしょ。何、まみちゃん何て言ったの？なんか悪いのかな。る？る？見る。見る。今日はこのチャンネル。なるほど。皆さんがこのチャンネルを見るということですね。はい。ことを言ってよかったです。ありがとうございます。いいスタートダッシュでございます。はい。はい、よろしくお願いいたします。お願いします。イエーイ。イエーイ。秋も深まってきましたところで、こちらにはもう紅葉。紅葉とイチョウ、ね、はい、咲いております。咲いてはない。なんていうのこれ。色づいております。色づいております。いい、ね、なんかさ、春ってさ、桜を見てさ、お花見とかすること多いけどさ、うん、紅葉を見に行ったことある？わざわざ、うん、わざわざって言い方マジ良くないね。ない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 です。紅葉、ないかも。紅葉とかちょっと見に行きたい。なんかさ、なんかさ、赤ぶり？なに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 、どうぞどうぞ。あ、どうぞ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 。じゃあ、はい、なんか山みたいなところに行って、うん、なんか、あの、何これ、ゴンドラみたいな、あー、乗りながら上からそう紅葉を見るみたいなのやってみたい。めっちゃいい。それいいね。あ、行ったことないわ。見下ろすってこと？そう、なんか上からこういいね、それできるとこどこか知らんけどどっかあるのかな。何を言いたかったの？え、いや別になんかそのお花見は行くけど、うんうん、お花見、なんていうの、お葉っぱ見は行かない。お葉っぱ見はやばい。もみじ狩り。もみじ狩りだ。え、刈らないのにもみじ狩りっていうの見に行くこと。言うよね、でも。ね、言うよね。ね、刈らないじゃん、もみじ。でもなんか、イチョウはよく見るけど、もみじはあんま見ない。イチョウもいっぱい落ちたよね。めっちゃ落ちてるね。銀なんです。マジで臭い、銀なん。臭いよな。え、でも大好きなんだけど。え、嘘。私今年になって銀なん食べれるようになった。え、すごい。どう食べるの？や、焼き鳥屋さんに行って。ああ、そうね。銀なんがそう出てきて食べてみたら美味しかった。美味しいよ。美味しい。食べたことある？銀なん食べたことあるよ。あの給食でね、よく出てたもん。絶対もう。もう気持ち悪くて残してた。なんか茶碗蒸しに銀杏入ってなかったらテンション下がる。え、入ってると入ってないのってなっちゃう。取り除いちゃうな。え、茶碗蒸し食べたくない？食べたい。茶碗蒸しさ、椎茸と銀杏入ってるから嫌なんだよね。嫌いなことだ。あの茶碗蒸しに入ってる葉っぱ好き、結構地味に。お寿司屋さん、回転寿司とかに行ったら絶対に頼むわ。ねえ、お寿司食べに行きたい。急だな。え、食べたいんだけど。お寿司食べたい。え、でもさ、何？あれ？行った？二人で行ったんだっけ？渋谷の。行ったよ、くら寿司でしょ？そう。なんかさ、渋谷にくら寿司あるの面白くない？渋谷にくら寿司あるの？どこだっけ？そうそう、あるグルメタウンの中に。あ、そうなんだ。できたんだよね、多分。そうそうそう。今年か、去年かわからない。なんか家族以外で回転寿司行ったの初めてだったもん、あの時。そうなんだ。一緒に行こう。寿司食べれるよね。うん、食べれる。じゃあ3人で行こう。大好き。回転寿司ぐらいがちょうどいいわ。回転寿司めっちゃ美味しいよね。え、普通に美味しくない？回転寿司って。ね、いいよね。みたいな感じですけど。何の話？寿司の話。寿司の話になったらいい。まあでも秋なので秋っぽい話したいなと思うんですけど。ねえ。なんか11月ってさ、なんか温度調節難しくない？体温調節っていうの、なんていうの、うん、服とか何着ればいいか分からんし、超わかる。なんか最近思ったよりあったかいんだよね。そう、今日もあったかくなかった、ね、そう。電車に乗る時とかなんか暑い。電車暑いのよ。そう、めっちゃ汗かくの。電車のさ、足元から出てくる暖房、あれ本当にやめていただきたいです。暑い、嫌です。あれ本当汗かくもん。あれやばいよ ね。しんどいよね。座らないもんだから。本当に温度調節が一番難しい時期だよね。いつから冬になるんだろう。12月に入ったら冬なの？そうじゃない？寒くなったら。なんか今年めっちゃ寒くなるらしいね。マジ？一番寒いってなんか、いいじゃん、いいじゃん。無理なんだけど。最悪なんだけど、本当に寒いの無理。めっちゃあったかいダウンのコート買おうかなって思ってるもん。防寒しよう。そう、いつからこたつ出そうかすごい悩んでる。あれまだ出してないの？まだ出してない。まだ暖房もつけてない。え、うちも暖房つけてない。暖房めっちゃつけてるわ。そう、もうつけてる。うん、10月ぐらいからつけてる。皆さんはつけてますか？暖房具合悪くなるんだよね。え、そうなの。あ、そうなんだ。でも、朝起きた瞬間、寒ってなるから。朝寒いよね。朝寒いのよ。なんか、
家の中の温度と外の温度がなんか家の中にいる方が寒いの。あ、わかる。家の中の方が寒い。寒いよね。うん、そういう日が当たらないとかそういうことなのかな。ね。わかんないけどね。なんかすごい世間話みたいになったんですけど。まあでも秋といえばその運動会でしょ。そう、運動会 ね。違う。そうですね。運動会。なんかさ、小中高でさ、うん、全部行ってた。運動会。え、行ってたってどういうこと？あったよ、ね。小中高行ってたよね。やってたもんね。運動会あったよね、小中高で。あったあった。もう大好き。なかった？高校の時あったっけ？いやでも高校の時に体育祭なんかそう。転校してるからさ、なんか出た記憶もあればなければ。そうなの？あ、あるわ。あるか。あるでしょ。運動会あった？私はあった。なんかあれじゃない？なんか運動会とかじゃなくて、なんか。運動会じゃなかった。球技大会とか。そう！あ、そうなの？そうだったかも。球技大会だった。球技大会もあった。自由参加だった。あ、そうなの？じゃあ参加してない感じ？あの、ずっと見てただけ。見てそう。だって球技大会なんてできるわけないじゃん、球技なんて。確かに、球技はできないけど、体育祭は、やっぱさ、小学校の時はさ、絶対にソーラン節踊ってるな。うん、やった。ソーラン節やった。ソーラン、ソーランはどこしょー。ってやるの。やらない、やらない。でででで、って。どこしょー、どっこいしょーってやらない。ね、やめてよ、まだそのテンションじゃないんだけど、はい、今、ね。あ、すいませんでした。どっこいしょー、どっこいしょーってやったよ。やったやった。あと組体操だっけ。組体操やった。え、組体操もやってない。一番上だった、常に。めっちゃ景色良くない、うん、でもなんか本当になんかみんなのことをさ、そのなんか砂ついたらさ、足で踏んでいくじゃん。めっちゃ踏みつぶしてくる。本当にごめんなさいって思ってた。一番綺麗なんだよね、体操服が。確かに常に一番上だから。確かに、そう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 。え、なんかいいじゃん。全員を踏み倒して一番上に行くわけでしょ、頂点に。そう、いいじゃん。あとはね、騎馬戦も上だった。あ、騎馬戦も上だったな。騎馬戦もやってない気がするんだけど。え、なんでなんかさ、怪我するから怪我しない競技ばっかりでやってたの。え、わかんない。てか、あんま記憶ないんだけど。玉入れとかは？玉入れはあった。あと、なんか走る系しかあんま覚えてない。リレーとか。あと、応援団。応援団やったー。私も応援団やったの。応援団やってない。楽しかったよ。なんか、叫んでるのよ、ずっと。応援団に入りたくて入りたくてよ。そうそうそう。そう。なんか、高学年じゃないと入れなくて。そうそう。あの、5年生と6年生しか無理だったの。そうだった。だから、5年生、6年生になった時に、毎回、応援団やりたい。え、私も応援団やりまして。立候補してた。そう、うちも立候補してた。応援団。応援団。応援団。あのね、中学の時はね、吹奏楽やってたから、うん、あの、選手入…選手…あ、入場みたいな。入場音楽。そうそう、入場の音楽をずっと、ね、やってたのよ。え、いいね。かっこいいじゃん。めっちゃかっこいいじゃん。え、だってマミが刻んだビートでみんなが出てくるってことでしょ。かっこいい。え、すごくない？だってマミ次第じゃん。違うよ、みんないるんだ。マミちゃん一人で演奏してるみたいになってる。え、でもだって一人で演奏してないよ。え、だってドラムでしょ。ドラムやんない。ドラムやんないでしょ。ドラムマーチとか。え、ドラムじゃないの？ドラムやってたの？え、ドラムやってたの？そこでドラムじゃなくて、なんかスネアの。え、ドラムじゃないの？ちっちゃいさ、スネアドラムみたいなやつがあれ、うん、叩くやつ、うん、それでなんかマーチのなんかちゃっちゃっちゃみたいな。え、でもリズム隊はリズム隊でしょ。だから やってたよ。やっぱリズム隊が一番大事だからね。うん、音楽はね、知らないけど。リズム狂ったら本当に狂う。知らないけど。でもなんか学生の頃に戻りたいと思う。いや、運動会本当楽しかったもん。リレーとか、もうリレーの選手ずっとやってたんだけど、命かけてたもん。もう、でも体育祭のリレーに向けて毎放課後みんなであのバトンの練習してた。クラス全員だよね、リレーって。うん、選ばれるやつ。選ばれるやつ。6人しか出れなかった、そう、私もそう。だからそれに選ばれたいから。私もそれにさ、選ぶさ、テストあるの、うん、あるあるある。あの、秒数測る、早かった人がやるやつ。そうそうそう、一番上の何人かみたいな。あ、それにめっちゃ命かけてた。みんなも命かけてた、あれにね。もう、そう、このちょっとの差でね。いつもさ、ダントツで早い人ってやっぱいるじゃん。いるいるいる。その子たちはもう決まりだろうなみたいな風潮があるから、自分と同じくらいだろうなみたいなやつをマジでどうやって蹴落とすか、いつも考えます。わかる。そうそうそう。大体さ、6人中5番目か6番目なんだって、いつも。私すごいね、本当に早かったんだね、せなちゃんも。命かけてたわ。わかるよ、それは。なんだっけ、何メートル走とかあるじゃん。50とか80メートルとか。50じゃないの。50メートル走、80メートル走みたいなのがあって。80、うん、中途半端だね。そうそう、なんか100じゃなくて100じゃないんだ。50か80メートル走みたいなのがあって、
で中3の時に1位だったで、うん、そのなんかクラス対抗でさ何人ずつかでさ「よーいドン!」ってさ何メートルみんな走っていくやん、それで1位になったことある。意外なんだけど、意外、誰も意外だから自分もそんな多分、ね、そうなん、ま、のターンの時が多分そんな速い人おらんかったんやろうけど、うん、なんかその時に1位になったことがあって「やった!」ってなった順番決めって超大事だねリレーの、うんうん、なんか最初はなんかすごい勝ち気にいける子がトップバッター走ってみたいな、用意ドンだからさ、蹴落としていけるさ、ね、めっちゃ強いガタイのいい女の子とかがトップバッターじゃないとさ確かに1番までいけないじゃん。ナミずっと真ん中ら辺やった気がする。私も最初と最後はもう早い子で決まる。そう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 、絶対真ん中なんだ。一番真ん中だった。戻りたい。てか運動会はね違うの、お昼休憩が一番楽しみだった。なんで？あ、お弁当とかの、お母さんのお弁当が出てくるやつ、ね、お弁当いいよね。そっか、お昼休憩ね、全然お昼休憩なくてよかった。お弁当大好きだった、運動会。そうだ、小学生の時は確かにあったの。運動会中高は夏だったな。え、嘘、いつも11月ぐらいだったな確か。10月か11月。言わせてみればそんなめっちゃ真夏とかじゃなかった気もしなくもないかも。どうだったかな、覚えてないんだよな。いつも11月ぐらいだった。11月の後半ぐらいにあった気がする。リレーはね、あんまりだけどもはなんか急にさ、なんか男の子が走ってってさ、速い子見たらさ、うわかっこいいってなる。てかさ、小中学生の時ってさ、足速い子モテるよね。そう、なんなんだろうね、あれ。なんでだろう、ただ速い、走ってるだけなんだけどな。何々くん好きって言って、理由は足速いから、ね。スポーツできる人って確かになんかかっこよく見えるんじゃない？確かになんとなく。ドッジボールとかで、めっちゃ投げるの上手とか、受けるの上手とかの人がいたら、おー。なんか最後まで残ってて、一人で全部やって、結局勝つみたいな。かっこよくない？普段ちょっとおとなしめなのにとかだったら最高にいいみたいなね、あるよね。確かにいいよね、急に「え、足速いんだあの子」みたいな。でいつもふざけてるのにリレーの時マジの顔してますよみたいな。そういうのめちゃくちゃ良くなかった？よかった。なんかそういうのでなんか、運動会マジックみたいな。運動会マジックあります。あるよね。私だって小6の頃あのあれだったよ、そのリレー、クラス対抗リレーってさ、うん、男女混ざってなかった順番とか。私は分からないです。あ、そっか、ごめん。そっか、女の子しかいないもんね。あ、そっか、混ざってたんだよね、うん、だから次、男の子にバトン渡すのよ、うん、じゃあそれ好きな人だったの、小6の時に。だから超頑張って走った。でもさ、なんか走ってくんの見られるの恥ずかしくない？めっちゃもう顔面こんなんだよ。え、やだー、前髪こんなんだ。え、そう思ったら嫌かも。なんか必死になって、え、走ってきた、え、めっちゃブスなんだけど、え、めっちゃブスなんだけど、超ガニ股でこんなんってしてた。やだ、必死すぎるって。でもさ、走り方のフォーム変なこと、いるよね、いるよね。それ見てちょっと引いたとかあるもん。本当にね、めっちゃ上向いて走ることか。いるじゃん。でもなんかそういうのなんかいいな、なんかクラスでみんなでさ、大人数でさ、なんか一つ頑張ってんの、なんか楽しかったよ、ね、わかる、めっちゃ楽しかった。なんかもういつの話って感じになってきた。なんかすごい前な感じするよね。なんかそんな年齢いったと思う。青春ですね、青春欲しい。だって高校生って18とかの話でしょ。そうだよ、だってもう7年も前の話なんだけど。やばくない？え、待って、やばくない？え、じゃあ5年前ってこと？そうだ、うん、やべえ。やばっ、年取ったね。え、おばさんじゃない？いや、本当にそれはおばさん、まだおばさんではない？おばさんではないよ。おばさんではないです。おばさんじゃない？あの、世の中の人に怒られるよ。あ、ごめんなさいでした。失礼いたしました。でもさ、体育の授業とかってさ、冬になったらさ、マラソンとかあるやん。な、あった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 。 なかった、なかった、ないの。うん、やってない。へえ、柔道とかやらなかった？柔道あった、中学校の時あった、あったの。柔道着着てさ、なんかちょっと寒いしさ、すっごい嫌だったね。ないもん、大っ嫌いだった。柔道なんてどうやってやればいいの？え、これでボーンってやんの？なんか受け身の練習パーン。マジで、うん、やったよね。ちょっとくるって回ってパーンみたいな。すごい嫌だった、やるの。あれなんか恥ずかしかったもん。
痛くないの打ちつけられた時。痛くないようにこうパンってするんじゃないの、わかんないよ。受け身取る時にパンみたいなのやるんやけど、なんかな柔道なんてさ やったこと なかったから体育の授業ですか、うん、もう意味がわからなくて。でもなんで柔道の授業ってあるんだろう。確かにね、柔道の授業その道に進まない限りやらないよね絶対。柔道ってそんななんか日常に役に立つのかな。教わられた時わーって来られた時にバーンみたいな、えいってできないじゃん別に。もう覚えてないでしょ。だってシャトルランとかあの走るのとかさ体育の授業であるやん、うん、よく、まあ、サッカーとかバレーボールとか、うんうんうん、そういう球技とか結構あるやん、うん、バスケとか。でも柔道って日本のやつなの。日本のやつだから体育でやるんだよ。日本のやつかな。え、わかんない。じゃあサッカーやるのおかしくない。まあ、そっか。え、違う、サッカーって日本のやつなの。え、わかんない、わかんない、違うんじゃない。わかんないこと話すのやめよう。じゃあダンスの授業とかあって。ダンスあった。ダンスが一番嫌だったんだけど。なんかさ、ダンス、私も嫌だった。ダンスが一番、ダンスと体操の、あのマット運動とダンスの、あの点数だけいつも良かった。え、すごい。あとはもう本当にダメだったけど。飛び箱とかさ飛べなかったもん。え、マット運動と飛び箱セットじゃなかった。セットだった。そうだ、マジで成績悪かったもん、マット運動と飛び箱。あ、そうなんだ。マット運動はね好きだったけど、私も飛び箱は飛べなかった。なんか飛び箱も好きだった。怖いもん。なんかえ、マット運動なんか怖くない。嘘。苦手そうだわ、マット運動。でしょ、苦手そうでしょ。マジで苦手そう。あの前転しかできないから。え、後ろ回りできる。できるよ。こうだよ、うん、あれマジでできないんだよね。だからそれできないと次のやつ進めないんだよ。あるある。一生だから進めなかった、その先。でもダンスはなんか、うん、あの友達同士でさグループ作ってさ、うん、自分たちで好きな曲を選んで、やったー。なんかダンス振り付けもやったことない。勝手になんかフリーで作って発表してくださいみたいな。やったー。もうそれが嫌すぎて超嫌だったね。あれ楽しかったわ。なんか楽しかったわ、あれは。はい、じゃあ今からそれやってくださいみたいな。うん、よく考えるとすごいよね。だってやったことない人たちにさ、うん、急にそんなやってくださいって言ってもね、うんうん、今思うと結構無謀だなって思われね。はい、めっちゃ懐かしい学校の話してるけど。学校の話をしましたけれども、懐かしいな。懐かしいトークをしましたけれども、今日はこのあと19時からはあのツイキャスのプレミアム配信の方がありますので、そちらはあのチケットをゲットして見ていただきたいなと思うんですけど、多分概要欄とかにあると思いますので、そちらからね、うん、チェックして購入していただけたらと思います。アーカイブもね残りますので、何回でも見て楽しんでいただけるかなと思いますので、ぜひ19時からはそちらの方をチェックしていただきたいと思います、はい、今日のやる企画はすごく楽しみです。え、私も私も言えないけど言えないけど、ちょっと私見てきたよ。見てきたあのそのシーンだけ見た。シーンって言っちゃった。大丈夫。今これじゃないけどね。今話題のシーンだけ見てきた。今話題の韓国のあれです、ドラマのね。すごいね、あれ中に入っているやつね。どれでしょうね。どれかをやりたいと思います。やるんだよ。はい、ということでこの後19時からはそちらをチェックしていただいて、それまでの時間はあの YouTube のね、私たちの動画を見て待っていただけたらなと思います。はい、ひなちゃん家で結構なんかめっちゃゆるゆるわちゃわちゃね、トークをね、サーティワン食べながらやってますんで、はい、みんな名前言えてなかったけど、これあのあれですみたいな、あのなんとかかんとかパイみたいな、スイートなんとかパイみたいな、チョコのなんかみたいな、アーモンドなんとかかんとか名前覚えれない感じで、ちょっと楽しくわちゃわちゃした動画もあるので、ぜひそちらを見てお待ちください。ということで、はい、この後ツイキャスのプレミアム配信でお会いしましょう。それでは以上、メロメロでした。また後で。